はい、ってことで今回はですね、リネージュ2レボリューションがリリースしたということでこちらの武器ガチャをね、充電していきたいと思います。ってことで行きましょう。早速、レベル17まで上げたんで武器がちょっと弱くなってきたんで充電引きたいと思います。ってことでショップ、はい、ショップ来ました。ほんでまあ召喚ガチャですね。はい、召喚ガチャのどれにしようかな。ホットイベントどれがいいかな。エスリア装備確定イベント購入回数1回、なんで多分上の方がいいと思うんで、こちらをエスリア装備確定のやつをね、こちらを1回引いていきたいと思います。ってことで行きましょう。新200、はい、ということでこちら引いていきたいと思います。ではゴー。はい、おお来た。さあ何が来る。お、真ん中が色違う。ということで周りからいきましょう。レア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 ですね。レア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 で真ん中がエスレアということですね。で行きましょう。ゴー。おおおエスレア来た。強そうなドラゴンフレームヘッド、多分これはちょっと使えそうなんで使っていきたいと思います。よっしゃよっしゃ。ってことでリネージュ2初の充電でした。よいしょ、ありがとうございました。